バレット・マラットはアメリカ特殊作戦軍の要求した PSR の要件を満たすためにバレット社により設計されたボルトアクション式狙撃銃である。マラットはバレット98バイトに基づき開発され多くの修正と改良が加えられている。バレット・マラットは全米ライフル協会によって2012年ライフル・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。 PSR には選ばれなかったものの特殊作戦軍が再度要求した ASR に選ばれ2019年に338ノルママグナム弾を使用するバレット・マラットがマーク 22ASR として発注されたアメリカ特殊作戦軍が2009年12月に新規の PSR の要件を発表したことを受けバレット社は特殊作戦軍の提示した使用に従って マラットを開発した。PSR のトライアルに提出されたマラットのモデルには24.5インチの重心が取り付けられ、光角形なしの状態で重量は6 7ラムであった。2013年に PSR コンテストの勝者として、レミントンモジュラースナイパーライフルがマーク 21PSR として選ばれたが、2018年に マーク21はその時点のソカームの要件に準拠していないと判断され、当該コンテストはマーク 22ASR として再度行われることとなった。2019年に特殊作戦軍はバレット社に5000万ドルの契約を与え、338ノルママグナム弾を使用するバレットマラットをマーク 22ASR として発注した。正式化された狙撃銃キットには、 308インチェスター弾、300ノルママグナム弾、338ノルママグナム弾を使用する交換可能な重心とボルトが含まれている。2021会計年度の予算要求の一部としてアメリカ陸軍とアメリカ海兵隊の両方がマラットを主要な狙撃システムとして採用する予算要求を含めている。アメリカ陸軍は536兆のマラット、 狙撃システムを約1013万ドルで購入する予定である。アメリカ海兵隊は250丁のマラット、狙撃システムを約400万ドルで購入する予定であり、現在使用されているすべてのボルトアクション式狙撃銃を交換することを望んでいる。m ーク k 2 2 a s r は今後 M2010ESR、バレット M107 および m ーク k 1 3から置き換わる見込みである。 バレット・マラットは成功したバレット98バイトに基づいて開発され複数の改良点を備えている。マラットの主要な機能は使用者が現場で変更可能な重心、後継変換機能である。レシーバーの2本のトルクスネジを緩めるとレシーバー、ハンドガードの前面から重心を取り外すことができる。ボルトフェースの変更だけで場合によっては 弾倉の変更も必要だが弾薬口径を変更できる。ボルトフェースは各バレルに標準で付属している。重心、口径の変更は2分以内で行うことができる。バレット車は338ラプアマグナム弾、300ウィンチェスターマグナム弾、および308ウィンチェスター弾等の標準的な軍用の弾薬に加えて、 338ノルママグナム弾、300ノルママグナム弾、7ミリメートルレミントン弾、260レミントン弾、および6.5ミ、mm、リメートルクリードモア弾等の人気の弾薬への変換キットも提供している。重心の長さは弾薬ごとに異なるものが提供されている。重心は縦溝付きの重重心タイプが利用される。トリガー機構は、 使用者がトリガープル重量と移動量を調整可能であり、工具なしで取り外すことができ、クリーニングを容易にしている。より簡単に運搬できるように折りたたみ、式後部重傷が装備され、折りたたむと後部重傷がボルトハンドルの周りに固定され運搬時の安全性が向上する。展開時にも幅を取らない。マラットの追加機能として、一つのボタンで伸縮長を調整できる機構。 高さ調整可能なチークピース、ダストカバーとして機能し、ボルト機構に入る破片を減らすポリマー製のボルトガイド、使用者に取り取り扱いやすい M AR、M16AR-15 スタイルの安全レバー、両手機器の断層脱着機構、標準的なの M16AR-15 スタイルのピストルグリップを取り付け、可能な点等がある。初期のマラットは、 30MOA の傾きの全長21.75インチの標準1913ピカティニーレールがレシーバー、ハンドガードの上部にあったが現在のマラットは 20MOA の傾きのレールを備えている。ハンドガードの3時、6時及び9時の面にいくつかの前後位置で短い2から4インチのピカティニーレールが設けられている。マラットは黒色、茶色等の色で提供され、 重心はすべて黒色である。M16AR15 ライフルと同様に、マラットの上部レシーバーと下部レシーバーは前後の2つのテイクダウンピンを押し出すことで分離できる。後部のテイクダウンピンのみを押し出すと、上部レシーバーを M16AR-15 のように全部のテイクダウンピンを軸として持ち上げることができ、現場でのメンテナンスが容易となる。競技用グレードの 338のラップアマグナム弾を使用すると、マラットは最大1500メートルの距離で 0.5MOA の精度を実現できる。標準の弾薬では精度は 1MOA 近くまで低下するが、それでも 1MOA よりも小さい範囲に収まっている。イスラエル国防軍の狙撃兵、7.62X51 ミ、mm、リメートル IMI 狙撃弾を使用して、 100メートルで1.1センチメートルのグループを発射し、約 0.35MOA の精度を達成している。ありがとうございます。